こいつが松五郎の助ね。結構かわいいね。あんなやつにはもったいねえぜ。松五郎が来たらギタギタにしてくださいね。ああ寝てる間にひむいて物にしちまうか。やつが来るまで楽しませてもらおうぜ。待ちな。その子に指一本触れてみな。このローラーを今日が許しちゃしねえよ。てめえ姉ちゃん、姉ちゃんどうして。バカ野郎、ここまでスバカとは思わなかったよ。こんなことして姉ちゃん喜ぶと思ったのかい。京子さん、あ、この雨。ああ、京子さん、てめえ逃げな。でも京子さんが。いいから逃げろ。あんたにもしものことがあったら松五郎に申し訳ねえ。京子さん、バカ野郎、逃がすんじゃねえ。命にかけてもこっからてめえらを一歩も出しやしねえ。そいつは面白え。何すんだよ。知れたこと、松五郎の代わりに可愛がってやるのよ。姉ちゃんには関係ねえよ。上等じゃねえか。小梅さん、松五郎くん。小梅さん、無事だったんですね。お京さんは。どうしよう、京子さん身代わりになって私を助けるためにあの人たちのところに残ったの。わかった、あとは俺が。それに保育園が火事騒ぎで大変なんだ。子供たちが心配している。行ってやってくれ。待って、一人じゃ無理よ。相手は何人もいるの。松五郎くん、松五郎くん。いい眺めだ。ちくしょう。姉ちゃん。さて遊びはおしまいだ。お前ら好きにしていいぞ。さてどこから落とすとしようか。鼻か、それとも耳がいいか。それよりストリップしてもらおうか。おめえが松五郎だ。てめえがリーダーか。ここがよくわかったな。おかげでこっちは手間が省けたぜ。それに組の門の敵討ちもできるってもんだ。敵？そうよ、俺は以前保育園乗っ取りで手焼いてた講談組の若頭よ。おめえのために石田は手引いたが、再びあの土地を手に入れ、邪魔な奴を倒すためにこの金色屋社を組織したってわけだ。じゃあ、あの保育園の火事は。おい、俺たちが仕掛けたのよ。これで保育園も貴様もおしまいさ。おがみさんは私の夢を直してくれてる。てめえら、拝んでやる。やる。とわそのまでだ、待ちろ。この女がどうなってもいいって言うんなら続けてもいいぜ。姉ちゃん。松五郎、いいんだ、私のことなんかいいんだよ。好きにしろ、松五郎。さんざ世話焼かせやがって、てめえなんざ。松五郎。どうだい、負け犬の気分は。なんだその目は。大人のやることにいちいち口出ししてくんじゃねえよ。てめえなんざおとなしく学校行ったらいいんだ。松五郎、どう
ダチじゃねえか。ダチだろ。だったらほっとけねえじゃんか。リーダー殺しちまいますぜ。ギャーギャーうるせえんだよ。ビビってる奴は出てけよ。くたばりとこないか。くたばりや。京子。バカ野郎、どうしてお前。ダチじゃねえか。だったらほっとけねえじゃん。姉ちゃん。許せねえ。てめえだけは絶対許せねえ。拝んでやる。おい、早く救急車だ。はい。それから俺はまだやることがあるんで、あとは頼む。なんだ殴り込みか。こらてめえ、なんだ。わあ、蹴りつけに来たぜ。なんだてめえは。おがみの松五郎。ざけんじゃねえ。ガソリン。保育園に手を出すな。学生さんがえれえことしてくれるじゃねえか。やってみな。てめえも火だるまになるぜ。あの人の悲しい顔を見るより辛かねえや。わかった。やめとけ。ああいうのが一番危ねえんだ。金や欲じゃなく心で突っ張ってくるやつがよ。